はい、どうも、スコマです。今回もですね、ビルの谷間に来て収録していただきます。今回、ライブサイト帳を使います。非常に最近頻繁に愛用してますけども、本当に心地いいですね。持った感じ、そしてそばに置くと安心感があります。ゆっくりしていただきます。ではですね、今回もですね、ゆっくりとバイブサイト帳と一緒に味わいたいと思います。やはりビルの谷はやはり風が強くてですね、最近はこの無地のベージュが気に入っています。最近はこのルイ・ヴィトンのシャープばかりですね、非常に美しいですね。あるまあ動画を見て少し椅子のまあデザインっていうんでしょうかね、本当に綺麗な椅子のフォルムがあったので、急に描きたくなりました。どうしても動画を見てるだけでもですね、アイデアが楽しく湧きますので、電車の中でも急に描きたくなるんですね。皆さんはこの移動時間はどう過ごしてるでしょうか。これ椅子なんですね、非常に美しくて、でこれ全体はですねイエローなんですよ。そしてこちらにもこうゆったりと座れたり、ここにも座れるようになってましたね。こういう感じ、このラインが魅力的でしたね。でまた、別の照明ですね。照明も同じような感じで、まあ、このように、まあ、椅子に座れてコーヒーをいただくって感じですかね。急にこういう絵をですね描きたくなるんですよね。少し眺めながら、またこの高層の建物を見る、非常に気持ちがいいですね。この芯はですね、2B を入れています。いつも B とかなんですけども、このシャーペンは B はあまり良くなくて 2B との相性が良くて、各ペンによっても芯の濃さが
私の場合はちょっと変えてますね。これはまあ B がいいだろうとか、あるいは HB がいいだろうとか、今回は 2B でしたね。楽しいですね、この時間。ペンケースに収める様も好きです。いかがでしょうか。もうだいぶ最低でしょう。本当におすすめです。このカチッとかがですね、なんか気持ちがいいですね。何かをまとめたりラフに描いたり、いろんなシーンで使います。まあ、今回はちょっとスケッチも対応しましたけども、皆さんこういう一冊にまとめるっていうのも、もしこの動画が楽しければ、いいまたチャンネル登録です。ではまた次回。